1957年当時の写真ドクター・スースは、アメリカ合衆国の絵本作家、画家、詩人、児童文学作家、漫画家、本名はセオドア・スース・ガイゼル。生涯で60作以上の絵本を出版。作品は各国で翻訳出版され、全世界で6億5000万部以上を売り上げている。1九百四年、マサチューセッツ州スプリングフィールドで、父、 セオドア・ロバートと母、ヘンリエットのドイツ系の両親のもとに生まれる。スースは母親の旧姓である。一家はルター派の信仰者だった。父親は酒屋を経営していたが、禁酒法の影響で閉店に追い込まれている。ペンネームは動物園の飼育員だった父親が獣医になって欲しかったことにちなむ。高校時代は美術の勉強をしながらサッカー部の部長を務めていた。 ダートマス大学入学後、サークルで、風刺画や短い漫画作品をいくつか手掛けた。卒業後、広告会社に入社し、主に殺虫剤の会社のための広告、イラストを手掛ける。その当時作った広告イラストの奇妙な虫や、生物の絵は、今日の彼の絵本のイラストにそのまま残っている。オックスフォード大学留学中に、最初の妻、ヘレンと出会い、帰国後結婚した。 1937年、アンドツーシンクザット、アイソーイットオンマルベリーストリートにて、絵本作家としてのキャリアを始め、囲碁系46作品を手掛けた。幻想的で奇妙キテレなキャラクターのデザインや、奇抜な色使い、アナペストの多様によるイの踏み方から生まれる独特な文章のリズムが、彼の作品の大きな特徴として挙げられる。 第二次世界大戦中はニューヨークの最もリベラルな新聞 PM 誌の漫画家として活動。日系アメリカ人を出っ歯、メガネをかけ、釣り上がった目で描き、第五列として TNT 爆弾を持ってアメリカ西海岸で日本からの指令を待ちテロを実行する人々として描き、日系人弾圧を先導した。1957年にザ・キャット・イン・ザ・ハットを発表して、 以降、数人の絵本作家とともに、絵本シリーズ、ビギナーブックスを開始。きっかけは、1954年に、子供たちの識字率の低さは、学校の単語教育に、面白みがないことと大きく関係している、という内容の批評を、ライフで読んだことであった。そこで、学校の子供たちが、英単語を明るく楽しく覚えられるように工夫を凝らし、 全米の間で、たちまち注目を集め、見事に、大成功を収める。1980年、児童文学の発展に大きく貢献したとして、ローラインガルスワイルター賞を受賞。さらには、1984年、ピューリッツァー賞特別賞を受賞した。自分の作品でも妥協を許さない性格でも知られ、現行で気に入らない箇所があれば、納得のいくまで、 改訂作業を繰り返し言っていた。そのため、1項目と最終項では、筋書きや絵の内容が大きく異なる作品も少なくない。また、生前は自身の手掛けたキャラクターを AD 目的に使用することにあまり乗り気でなかったが、テレビプロデューサーとして自身の作品のアニメ版の制作に携わったり、特番で放映された短編、長編アニメ作品の原案、脚本、 キャラクターデザインを手掛けたりしていた。1991年、高頭岩により自宅で死去。87歳ぼう遺体は仮装された後、遺体は散骨された。2017年、トランプ大統領の妻メラニア・トランプが、スースの著作を学校に寄贈したところ、司書から彼のイラストは人種差別的なプロパガンダや、 風刺が、有害なステレオタイプが染み付いているとして、増唱拒否されている。2019年、学術史、青少年文学における多様性研究に、掲載された論文では、スースの50作品を検証した結果、登場する、有色人種のキャラクター45人のうち43人に、オリエンタリズム的な特徴があるとした。また、スースが1920年代に、 韓国人、反ユダヤ人的な漫画を発表していることや、第二次世界大戦中に日本人に対する差別的なプロパガンダを手掛けていったとも指摘している。2020年、フォーブスが発表したセリブの死後収入ランキングでは、マイケル・ジャクソンに次いで、スースが3300万ドルで2位にランクインした。これは、スースの作品を管理しているドクター・スース・エンタープライズが、 スースの作品をネットフリックスなどの動画配信サイトでマルチメディア展開したことが功を奏し、前年から倍増した。2021年1月に大統領に就任したジョー・バイデンは3月2日のアメリカ合衆国の読書の日でスースについて言及しなかった。アメリカを代表する作家の一人であり、読書の日はスースの誕生日でもあるため、前任の二人の大統領は読書の日に、 スースについて言及するのが慣例となっていた。だが、バイデン大統領は、読書週間に合わせて公表した文書の中で、スースの名前を出すことを避けている。2021年3月2日、ドクター・スース・エンタープライズは、人種差別描写のある、マルベリー通りの不思議な出来事、僕がサーカスやったなら、お化け卵の入り卵、負けりごと、エスプール。 オンビヨンドゼブラザキャッツクイーザーの6作品を絶版とすることを発表した。近年、スースの作品にはアジア人や黒人の描き方が不適切だとする批判が相次いでおり、同社もこれらの本は有害かつ誤った方法で人々を描いていると指摘を認め今回の処置となった。この発表後、保守派はキャンセルカルチャーだと反感を示している。また、 絶版が発表されてから、本の売り上げが急増している。A.B. ドクター・スース作品、人種差別描写の6作絶版へ。jiji.com。2021年4月7日閲覧。風乳ドクター、スースクットブルー。ナラガンセットビア、リリーブド2012年2月12日、1968年、睡眠薬を大量に摂取して自殺。 原因は、長きにわたる闘病からの振動であった。リーブス、リチャード・インファミー2015、P21、バーンスタイン、ピーター・ W、アンフォゲッタブル・ドクター・スース、アンフォゲッタブル・リーダーズ・ダイジェスト・オーストラリア、P192、一瞬0034から0375、ドクター・スース絵本6冊が、出版中止描写、人種差別。朝日新聞。 2021年3月6日閲覧。著名人の死後収入ランキング今年も1位は、マイケル・ジャクソン。フォーブス・ジャパン。2021年4月7日閲覧。死後も稼ぎ続ける米著名作家。一部作品が、絶版に。フォーブス・ジャパン。2021年4月7日閲覧。ドクター・スースの6作品。人種差別描写で、出版停止に。BBC ニュース。 2021年3月6日、閲覧。ドクター・スースの絵本6冊、差別的描写で出版中止に。CNN。2021年3月6日閲覧。ドクター・スースの絵本6冊絶版にポリコレ批判。ニューズウィークに本番。2021年3月6日閲覧。セサミストリートに黒人キャラクターが新登場。子供たちに人種を語る。 ヤフーニュース猿渡りゆき。2021年4月7日閲覧。ありがとうございます。